アナスタシアさんですよね。はじめまして、いつも舞台見てます。ありがとう、嬉しいわ。これを。雪、もうすぐクリスマスね。みんなお疲れ様。次はいよいよ歌劇団大戦の決勝戦だ。相手は過去2回の大会を連覇しているベルリン歌劇団。手強い相手だが、覚悟を決めて勝ちに行くぞ。ああ、そっちの覚悟はもうとっくにできてるぜ。けどよ、その前にもう一つ大切なことがあるだろう。そっちの方がなんつうかドキドキしてる。そうです、決勝戦の前日、12月24日のクリスマスイブ、その日は分かってるよ。俺たち帝国歌劇団花組が目指してきたもう一つのクライマックスだもんな。そう、クリスマス公演だ。こんな大声で言わなくても分かってるよ。清十郎さんも気合い入ってますね。でもなんだかわかります、私もちょっと大声で言いたい気分。里の掟98条、クリスマスは特別、思いっきり楽しむべし。楽しい気持ちは強い声に乗せて伝えたくなるものなのかもね。舞台は夜叉に壊されたが、俺たち帝劇は決してくじけない。何があっても負けない心を、そして何度でも立ち上がる強さを、帝都のみんなに思いっきり見せてやろう。あざみ、頑張る。戦うだけが私たちじゃありません。この日のためにみんな練習を頑張ってきたんです。やりましょうね、アナスタシアさん。ええ、そうね、頑張りましょう。ところで演目はどうするんですか、神山さん。実はもう決めてある。というか、スミレさんからぜひやってほしいとお願いされた演目があるんだ。何でしょう。それは帝国歌劇団花組伝説のクリスマス公演演目、奇跡の鐘だ。マジかよ、あの奇跡の鐘なのか。大正維新事件の時、帝都の人々に限りない勇気を与えた奇跡の公演。私たちの手でその奇跡をもう一度起こせということですね。やりましょう、みんなで。うん、今のアザミたちならできる。昔の脚本は資料室にあったはずですから、今の状況に合わせて手直ししてみます。配役も決めないとな。主役はアナスタシアとして、今回の主役にふさわしいのは私じゃない、さくらだと思うわ。私が主役って、どうしてですか、アナスタシアさん。あなたは夜叉との出会いを経て自分だけの強い心を見つけた。その心の力を見せるのが帝劇復興の証である
クリスマス公演に必要だと思うからよ。でも私にできるでしょうか。大丈夫よ。あなたならきっと素晴らしい舞台にできる。どうしてですか。だってあなたは私の一番弟子なんですもの。アナスタシアさん。はい、やります。やらせてください。私にアナスタシアさんに教えてもらった全てをこの公演で出してみせます。それでいいかしら、キャプテン。そうだな、新しい試みも必要だ。さくらが主役で行こう。ありがとうございます。よかったわね、さくら。よし、そうと決まればあとは公演まで練習あるのみだぜ。みんな集まろう、気合い入れていくぞ。さくらさん、お願いします。私が。当然、主役はさくら。ああ、ちょっといいか。
クロリスはいないな。よし、ここに置いていこう。伝言を残していけばクラリスには分かるだろうしな。でもその前に少しだけ、本当に少しだけノートを見させてもらおう。どれどれ。題名は鳴神荘の赤い羊か。推理物みたいだな。主人公は旅先で殺人事件に巻き込まれた探偵で、名前は神山清十郎。俺なのか。ちょっと待て、鳴神荘の主人は少し前に死んで。実は真犯人から身を守るために。何、刑事の芝が犯人だと思ったのに。おい、いきなり誰かに殺されたぞ。まずい、神山の背後に人影が。真犯人なのか。おい神山、気づけよ。じゃないと。ああ、ここで終わっている。書きかけだったのか。いいところで終わるなよ。ごめんなさい。今回は力作なんですよ。神山さん、いかがでしたか。感想を聞かせてもらえると嬉しいんですが。してやられたよ。すごくドキドキしたし、何よりまさか俺が出てくるとは思わなかったからね。やった、頑張って書いた甲斐がありました。この帝劇の人たちが出てくる設定、最初はちゃんと決めるまでの仮のものだったんです。でも人物の性格や個性が分かっているとすごく書きやすくて、それに楽しくて。ただ物語の展開を考えるのはすごく苦労しました。特に難しかったのは書きかけの続きの部分です。真犯人がどうやって主人公を。ちょっと待った、それ以上は言わないでくれ。頼むから早く続きを書いてくれ。でも今回は神山さんに読んでもらえてよかったです。もちろん勝手に読まれるのは嫌なんですけど、読み手がいないと評価も分かりませんから。それに今回は普段は書かない作風にしたんです。だからちゃんと書けるのかどうか不安だったんですよ。でもいざ書き始めたら思うように書くことができました。新しいものに挑戦したのが良かったのかもしれないね。次の公演での脚本はさらに期待できそうだよ。はい、次のアイデアはもうあるんです。書けたらまた見てもらえますか。俺でよければ喜んで。クラリス、期待しているよ。
偏見ここにあり偏見ここにあり偏見ここにありここにあり偏見ここにあり偏見ここにありここにあり さあやるか。正々堂々いざ勝負帝国歌劇団さあいよいよに対戦の始まりです対するは帝都行くぞよっいくぞさあ第1セット試合開始ですルールは前回と同じ相手の過激団より多くのポイントを獲得した方が勝利となりますさらに大根機の問題ない。アザミたちはただ勝利を目指すだけ。そうね。確かに悪趣味だけど、今は気にしていられないわ。油断せず、全力で頑張りましょう。これで。僕たち押されている。よし。まま押し切るぞ手を緩めるな強いねいいじゃないそう来なくっちゃとっとどめえいふっとっ赤くなここで一気にポイントを稼ぐぞほらてりゃほい一つの目的なのだ皆が迷いなく突き進む強さというものを思い知らせてあげよう。はい、素晴らしい。この熱狂こそ私の求めていたもの。さあ競うのだ、戦うのだ。過激団の存続をかけて。雨宮さくら、あんた、それが全力なの？私をがっかりさせないでよね。あんた、私の認めたライバルなんだから。ライバル。マイク。はい。行くぞ。行きます。もしかして、私たち。おっと、ここでついに金色の敵が登場。さあ、両過激団がどう出るか、ここは注目です。チャンスだ。金色の敵を倒し、ポイントを獲得する。行くぞ。了解。引き出せた。さあ、そろそろ第1セットの折り返し地点。気になるポイントの状況は、帝国過激団が優勢です。弱小と言われた帝国過激団、大健闘です。両断。ああ、もう
帝国歌劇団なかなかやるな。負けませんよ俺たちは。いい気迫だ。なら全力でお相手しよう。遅い。互角の戦いですね。帝国歌劇団、正直予想以上の力だ。俺は油断できない。電気突撃、騎士の誇りを見せてやれ。転校生を紹介する。あなた、君はあの時のおてんば娘。運命の出会い。限界突破始動。私の敵じゃない。さすがランスロットさん、強い。この手を引くんじゃ。今の奥さんは、そりゃよっ、今行く。逃がしたよ。今行く。これで大丈夫だ。はい。押されているか。だ。
このままでは終わらない。よし、まだ押し切るぞ。ロンドン歓喜団の機体、敵を倒してポイントを稼ぐつもりか。よし、私の思ってた通り、楽しい相手だ。やらないとね。黄色の敵を倒せ。一気に差をつけるぞ。これどうだ。これでも食らえ。敵団が黄色の敵を撃破。健闘しています。頑張れ帝国歌劇団。量子推奨、兵力充填完了。よし、これで俺たちの。さあ、世界が待て。戦う人、神山さん。試合、その気迫、ゾクゾクするね。それでこそ桜だ。まだできるでしょ。私をライバルだと言ってくれた、その思いに私の全てで応えます。行くよオーブ、私に力を貸して。そこ、えい、まだまだこれからが本番よ。ついに桜ちゃんは
オーブをまだ使いこなせていない。今のままじゃダンセロットちゃんには勝てないぞ。さくら、あ、甘みだけどどんどんだかつ思うわ。ホテルちょっと、さあ大変なことになりました。一時は帝国歌劇団の勝利かと思われましたが、いくぞ闇を切り裂く神速の闇、神山、ロンドン歌劇団を倒す、それで本当に私たちの勝ちになるのか。今は戦うしかない。反撃は油断も高くないするつもりだ。構えを消して陛下のために、あまりバッチを捨てないでくれ。貫け！やられたか。見事だ神山君、王が敗北する歴史本当に作られてしまったな。だけど参ったな。後でランスロットになんて言おう。これで終わりだ。アーサーたちがやられた。帝国影オーブの話決めたか。君は君のゲ、はい、君のミス限界よ。ランスロット、私もトン、えい、もっとトンと戦いましょう。よっ、決める。青き空を駆ける天の衝撃、私も限界を超えてみせる。もうおしまいじゃないよ。えい、トン、えい、行きます。まだできるでしょ。トン、はっ、あんなに楽しそうなランスロットは久しぶりに見たよ。はい、さくらも楽しそうです。本当はこうして友として実力を競い合いたかった。はい、大事な。一体何があったの？動きが速い、違いすぎるよ。今私はオーブと二人で戦っている。だから強さも思いも2倍です。もっともっと戦いましょう。えっ、よっと、えい、もうおしまいじゃないよね。よっ、えい、一撃に込める。えっ、まだできるでしょ。はい、ふっ、えい、と、えい、ふっ、と、終わりだ。ふっ、そこ、えい、まだまだ、これからが本番だ。勝負あり。帝国歌劇団天宮さ、帝国歌劇、
よし、始めるぞ。さあ、一体するペイト。そう。よ。あ。はい。さあ、第一セット試合開始です。ルールは前回と同じ。相手の過激弾より多くのポイントを獲得した方が勝利となります。さらに対処ポイント。問題ない、アザミたちはただ勝利を目指すだけ。そうね、確かに悪趣味だけど今は気にしていられないわ。油断せず全力で頑張りましょう。入る。互角の勝負。帝国化できた。正直予想以上に近い。これは油断できない。どんどん過激団は安定してポイントを獲得しています。果たして帝国過激団は下馬評を覆すことが。ここで一気にポイントを稼ぐぞ。どんどん過激団無理だべ。これ以上一つの目的に皆が迷いなく突き進む。騎士の強さというもの思い知らせてあげよう。素晴らしい。この熱狂こそ私の求めていたもの。さあ競うのだ、戦うのだ。過激団の存続をかけて。雨宮さくら、あんたそれが全力なの？私をがっかりさせないでよね。あんたは私の認めたライバルなんだから。ライバル。金色の敵を倒すんだ。逆転するぞ。任せてください。帝国過激団が。いけいけ、みんな頑張ってよ。覚悟。みんな頑張ってちょうだい。負けたら承知しませんわよ。これでも食らえ。さあ、そろそろ第1セットの折り返し地点。気になるポイントの状況は。帝国過激団が優勢です。弱小と言われた帝国過激団大健闘。帝国過激団が大型の敵を撃破。いけるか。帝国過激団楽だ。出ませんよ俺たちは。いい気迫だ。なら全力でお相手しよう。優勢です。影山さん、この調子でいきましょう。よし、この勢いを落とすな。押し切って勝つ。慢心は剣を見ません。調子に乗らないことだ。フッ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 。
かいい動きだ。上海歌劇団に勝っただけのことはある。はい、はっ、せっ、せっ、これで終わりだ。よっ、せっ、しょ、さあ、ふっ、ふっ、ちょ、はっ、せっ、せっ、さあ、せっ、せっ、これでも食らえ。せっ、さあ、せっ、ほっ、せっ、これで終わりだ。ちょっ、ちょっ、ちょっ、これでも食らえ。ロンドン歌劇団のお相手しよう。よっ、超えよ。勝利の勝利、歌劇団ポイント獲得。大型の敵を撃破しました。協力して戦うぞ。第1セット終了。勝者、よし。よ、サクラちゃん、オーブの調子はどうだい？そうですね、気難しいです。この子確かに扱いが難しい機体だ。うまく霊力を同調させないと。霊力？オーブ、はっ、ここで電気突撃。騎士の誇りを見せてやれ。二人の心を合わせるんだ。行くぞ。望月流忍術、百人分身の術、限界突破、始動。こんなやつ、あたしの敵じゃない。さすがランスロットさん、強い。そこ、そそそ、これで終わりだ。よっ、どれでも食らえ。はい、これでどうだ。慎重に行きましょう。このままでは終わらない。望月流忍法、奥義。了解。私の思ってた通り、楽しい相手だ。壊れちゃう。
再び金色の敵が現れた模様です。倒せば高いポイント、激しい奪い合いになることが予想されます。速さで勝負を分ける、全速力で向かうぞ。了解。本気でやらないと。これで終わりだ。勝者ロンドン。さすがロン。少し さあ、これで最後の勝負、互いの誇りをかけて激突です。勝つのはロンドン歌劇団か、それとも帝国歌劇団か。雌雄を決する戦いが今始まりました。最後の勝負だ、みんな全力を尽くせ。そうだ、そこを守るためにも絶対に負けられない。油断するなよ、みんな。勉強は良くないな。だが、まだ負けたわけじゃない。とどめ。正念場だ、みんな気を抜くな。これで終わりだ。これでも食らえ。いいぞみんな、このままいけば俺たちの勝ちだ。承知、アザミ頑張る。騎士に敗北はない。勝負これからだ。さあ、つけられて。だけどこれで終わりだ。ロンドン歌劇団、最後の勝負だ。勝つのは僕たちだ。行くぞ帝国歌劇団。生きれるか、二刀両断。これでも食らえ。
せ。逃げ切れるか。行くぞ。行くぞ。竜王無尽嵐。はあ。やっ。はあ。よっ。行きます。みんな、最後の力を振り絞れ。残り時間、まずいな。目に物見せよ。よし、これで俺たちの。待て。その気迫、まだできるで。ゾクゾクするね。それでこそサクラだ。あなたは私をライバルだと言ってくれた。もうおしまいじゃない。その思いに私の全てで応えます。行くよオーブ、私に力を貸して。さくらちゃんはオーブをまだ使いこなせていない。今のままじゃランセロットちゃんには勝てないぞ。さくら、まったく甘すべきか。だからどんどんだからすぐ思う。おちょっ、さあ大変なことになりました。一時は停滞。しかし試合は続行されています。1回戦同様、直接対決での決着となるのか。アーサー、落ち着いているな。君はこうなることを知っていたのか。いや、だが予想はついている。そして聖獣郎、ロンドン歌劇団を倒して、それで本当にアザミたちの勝ちになる。戦うしかない。これで終わりだ。よし、まずは一気。やってくれるね、神山君。まだ僕がいる。まだいける。ロンドン歌劇団に敗北はない。煙突の騎士、前進。あの攻撃を殲滅せよ。あまりがっかりさせないでくれ。ここからが本番だ。悪い。思っていたよりも。まだいける。や、王がだけアーサーたち帝国か。王も同じだが、君は。はい。限界よ。私ももっと一緒に戦いたいです。もっと戦いましょう。と決める。私も限界を超えてみせる。はあ、まだできるでしょ。見切った。見られるかと。あんなに楽しそうなランスロットは久しぶりに見たよ。はい、桜。
本当はこうして友として実力を競い合いたかった。いえ。一体何があったの？動きが速い、違いすぎるよ。今私はオーブと二人で戦っている。だから強さも思いも二倍です。そこまだできるでしょ。勝負あり。帝国歌劇団天宮帝国。よし、始めるぞ。オーブ、私に力を。さあ、ステイゴ。無理だべ。さあ、いよいよ対するテイトの。さ、了解。任せてください。さあ、第1セット試合開始です。ルールは前回と同じ。相手の過激団より多くのポイントを獲得した方が勝利となります。さらに大根さあ打ち抜く。はい、踊りなさい。はい、はい、いけいけ、みんな頑張ってよ。さあ踊りなさい。はい、はい、行くわよ。もう大丈夫よ。やれやれ、まるで見せ物だな。こりゃ問題ない。アザミたちはただ勝利を目指すだけ。そうね、確かに悪趣味だけど今は気にしていられないわ。油断せず全力で頑張りましょう。行くわよ。どんどん過激だな、ブリドベ。これ以上彼互角の戦いですね。帝国過激だ。正直予想以上に。ここで一気にポイントを稼ぐぞ。踊りなさい。駆け抜け。はい、どんどん過激団は安定してポイントを獲得しています。果たして帝国歌劇団は下馬評を覆すことができるでしょうか。これで回復して。一つの目的のもと皆が迷いなく突き進む。騎士の強さというものを思い知らせてあげよう。素晴らしい。この熱狂こそ私の求めていたもの。さあ競うのだ。
戦うのだ。過激団の存続をかけて。雨宮さくら、あんたそれが全力なの？私をがっかりさせないでよね。あんたも私の認めたライバルなんだから。ライバル？少し押されてるな。君たちの実力はこんなものなんだ。はい。はっ。神山くん、どうしてこのままで？おっと、ここでついに金色の敵が登場。さあ、両過激団がどう出るか、ここは注目です。チャンスだ。金色の敵を倒しポイントを獲得する。行くぞ。了解。さあ、そろそろ第1セットの折り返し地点。気になるポイントの状況は互角、互角の戦いです。優勝候補に食い下がります。帝国過激団腕も食らえ。行くわよ。ああ、もうさくらと戦いたい。なんで戦えないのよ。これは個人戦じゃないんだ。ロンドンの勝利のために引き分けてね。黄色の敵を倒せ。帝国過激団が黄色の敵を撃破。キャプテン、逆転したわよ。諦めるつもりはないよ。だがそれは僕たちも同じだ。エキルマ、もしかして私と勝負しに来たの？受けて立つよ。ランスロットさん、直接対決は禁止です。皆さん頑張ってください。なかなかいい動きだ。上海歌劇団に勝っただけのことはあった。帝国歌劇団が大型の敵を撃破。みんな頑張ってちょうだい。負けたら承知しませんわよ。終わらせる。捕らえたわ。守りと見る。帝国歌劇団が高得点の敵を撃破。踊りなさい。第一勝者。よし。よし。で、おう、分かった。英国王国。行くわ。電気突撃。騎士の誇りを見せてやれ。打ち抜く。はい。踊りなさい。そう。これで終わりだ。そう。これでも食らえ。そう。よし。食らえ。こんなやつ、私の敵じゃない。さすがランスロットさん、強い。この辺りの敵は全部倒したようだな。よし、次へ向かうぞ。了解。勝負の行方はまだまだ分かりません。さあ、ロンドン歌劇団はどう出るのか。以上両断。行くわよ。押されているか。だが、このままでは終わらない。よし、このまま押し切るぞ。手を緩めるな。了解。出てこい。はい。駆け抜ける。はい。はい。打ち抜く。もうおしまいか。そこ。はい。は
踊りなさい。駆け抜ける。これでどうだ。やっぱり私の思ってた通り、楽しい相手だ。はい、合体限界突破始動。行くぞ。強量だ。これでも食らえ。行けるか。これで終わりだ。私の出番。ついてきて。はい、行くわよ。行け。決めろ、キヨ。ここまで押されるとは。ちょ、気に入らないな。こらえた。アホリとミデル。そこ。はっ。みんな。よし。さあ、待て。叩く感じ。えっ、その気迫ゾクゾクするね。それでこそサクラだ。あなたは私をライバルだと言ってくれた。その思いに私の全てで応えます。行くよ、オーブ。私に力を貸して。そこ、ついな。さくらちゃんはオーブをまだ使いこなせていない。今のままじゃランセロットちゃんには勝てないぞ。さくら、まったく雨宮さんのことしか。だけどんどだかつおもな。おちょっ、さあ大変なことになりました。一時は帝国、しかし試合は続行されています。1回戦同様、直接対決での決着となるのか。キャプテン、ロンドン歌劇団を倒して本当に私たちの勝ちになると思う。分からない。だから、皆に戦うしかない。攻撃はもうおしまいかい。あまりかっかり立たないで。やられたか。見事だ神山君。王が敗北する歴史は本当に作られてしまったな。だけど参ったな。あとこれで終わりだ。オーブも同じくだから、君は君の限界。はい、君限界。ダンス、私根性ですね。と、えっ、もうおしまいじゃないよ。あんなに楽しそうなランスロット久しぶりに見たよ。はい、さくらも楽しそうです。本当はこうして
一体何があったの？動きが速い、違いすぎるよ。今私はオーブと二人で戦っている。だから強さも思いも二倍です。勝負あり！帝国歌劇団帝最高の舞台だったわ。うまくいった。さあやるか。限界突破始動。限界突破始動。限界突破始動。やるか。闇夜に上の公園がかっまっ限界突破始動。闇夜に上野雨宮か通信まそうだな。限界突破始動。闇夜に香るすまそ限界突破始動。